これまで光熱費の節約はしていなかった僕も、2日前から節約を始めました。なるべくお湯は使わない。電気の使用量も半分以下に削減です。今夜はカレーうどんを作りながらお送りします。一人暮らしをしている同僚は電気代とガス代を合わせて3万円だったと言っていました。僕は湯船にも浸かる派で、光熱費は気にしたことがなかったのですが、過去にないくらい高い請求が来ました。今日の晩ご飯、玉ねぎ、キャベツのパックサラダを買いました。いただきます。めんつゆを使って、お蕎麦屋さんのカレーうどんのような味わいです。湯船に浸かる日数を減らします。家族がいたらこうはできませんが、独り身だと寒くても何でも自分だけなので気楽なのかもしれません。お湯を飲むと結構体が温まります。最近は寒いので夜は冷蔵庫のコンセントを抜いても、朝に氷は溶けていませんでした。早く春が来てほしい。